青鬼オンライン、じゃあ早速遊んでいこうと思います。で今回ねちょっとメールをねもらったんで、ちょっとそれについてちょっと検証していこうかなって、検証メールをもらったんだけど、レア青鬼の出現する確率ってのが時間帯によって変動するのではないかという、まあなんともねきな臭い内容ではあるんだけど、でもね、で時間帯がこうメールにそういろいろ書いてあって、ちょっと検証してみてくださいみたいなの書いてあったんで、今はね昼の1時15分なんだけど、でその昼の1時から2時の間が結構出るんじゃねえかという話を聞いたんで、今からちょっと10戦やってみて、その10回やっていく中で何回出るのかっていうのを今から検証していこうと思います。あ、今減ったな、人数83から78に減ったな。で、まあ1戦目は、まあいろいろね、尺の関係とかもあって、カットせずにやっていこうとは思うんだけど、残りの9戦は、なんだろう。まあ適当っていう言い方あれだけど、まあいい感じにカットはしていこうかなとは思うんだけど、さあ来た。そうだ、ヒーローコスを手に入れたんだよね。なんか SS ランクでクリアしたら、どうのこうのみたいなの。じゃあ早速挨拶、レディーゴー。まあ、最初はね、こんな感じで、いつも通りの。ローラースケーティング。ローラースケーティング、オッケー。お、トイレ。もうなってます。あ、上にいた。降臨してきたか、ついに。トイレか。催し物か。あ、どこいた。とりあえずガスマスだよね、ガスマス。Give me ガスマス。ローラースケーティング。サンキュー、オーケー。あ、下にいる？下にいないか。あ、ロッカー発見。隊長、ロッカー発見しました。とりあえず、じゃあガスマス、手に入るまで、お、もうなってる？振動も来た。振動も来てる。じゃあ近いな。下ってってる？南下してってる？もしかして。今回の青鬼南下してます。じゃあとりあえず、一番いらねえな。あ、もう来てる。もう来てるな、青ガス。とりあえずさ、レア青鬼は3体目に来る可能性は結構高いんで。鳴ってるな。え、どっちから来てんの？これわからない。奴はどっちから来るんだ？奴はどこにいるんだ？ちょっと待って、わかんない、ほんとに。わ、なにこのなんかちょっと豪華な感じ。これなに、甲子園で優勝した？これ。なんかあるけど、これ。優勝旗みたいな。とりあえずガスマス欲しいんだよね。あ、これあるないで、青銭。ほんとガスマスあるないで変わってくるからさ。残り3秒。さあ、来るよ。レア鬼。レア鬼が来ます。はい、来ません。とりあえず、まず1回目は来なかったね。じゃあもう、青逃げすることに徹するわ。人生を青逃げに捧げます。あれ、こっちにいないのか。下からガス来てるから上に行くか。上参ります。36、残り。残り34か。あのトイレが気になるな。位置的におかしいだろ、あそこ。入り口入ってすぐって。外から見えるだろ。まあ、とりあえず、てかなんであれなんだろうな。ベッドみたいの置いてあるんだろうな。ベッドとトイレが。何に使うベッドなんだ、これ。32、あ、まだ多いな。今回なんかまったりしてるわ。で、そうだ、あと他の検証もちょっとしたいなと思ってて、あの宝箱に時々体埋まるときあんじゃん。あの状態ってさ、青鬼にさ、なんつうの、あ、ガスマスゲット。青鬼の攻撃って食らうのか食らわないのかみたいな、ちょっとそれも気になってんだよね。あれ、ロッカーがない。ロッカーがないなら作ってしまえ、ホトトギス。ありがとうございます。あれ、上にないか。なんかあるような気がしないでもないんだけど。
あ、道がある。じゃあ左行ってみっか。うわ、今回なんかペースがまったりしてるな。すごいまったりしてる。ま、なんか片手までできそう。今回の青逃げ片手までできそう、本当に。どうしよう、料理のおかず一品でちょっと増やしちゃう、この時間帯、この時間使って。どうしよう、なんかできそう。裁縫とかできそうだわ。え、てか広いな、道。道広すぎないこれ。広もろ。あ、人体模型。すげえ、宝箱を開ける人になってるわ、今俺。どうしよう、このロッカー入るか。とりあえず。今回は完全にオフライン対戦だね、これ。NPC らしきやつしか出会ってないんですけど。でも強いからな、言うて NPC も。その場で固まっちゃうからさ、青鬼が来るまでは、要はだからそこでずっと回避できるわけでしょ？長いな、今回一戦目から長いな、ちょっと待って。完全にカット対象だぞ、これ。残り9試合の尺どうなんの、これ。もう6分近く、7分か、もうそろ。怠慢だな、青鬼。もうやる気ないのか。大丈夫か。給料上げないともうやる気起きないぞ、青鬼もこれだったら。っていうかさ、話全然変わるけどさ、最新スマホゲー。あ、やばい。ちょっと待って、話してるところじゃない。逃げます。いや、新作のアプリゲーちょっと面白そうなの、ここ最近なんか、固まってさ、発表されてるから。だからどれ遊ぼうかなってすんげえ、あ、上からも来てんのか。このフィロモロとかも、早く死んでくんねえかな。ここら辺のボット。ボットって言っちゃうけど。1,2,3,3 人死ぬね、これ確定で。ん？あ、こいつも死ぬな。あ、青逃げできました、これ。先に言っとく。青逃げします。はい、青逃げできましたってもうここまで言っとくわ。あ、あ、急に囲まれた。だけど、大丈夫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 。いやー、でもレア青に見つけられなかったな。っていうか、青にすら出会わなかったんですけど。マジどっかでさ、タバコでも吸って本当に休めたんじゃないの今の。はい、ということでこれ2戦目です。青鬼追加、残り10秒。この3体目が、レア青鬼じゃなかったら、今んとこ2分の0ね。2打数0安だね、今んとこ。検証的には。さあ、来い、レア青鬼が、はい、出ます。青鬼が出現しました。としか、システムには書かれていません。ということで、まあ、今回も、出なかったな。じゃ、とりあえず、また青逃げしていくか。青逃げタイムに走るか。そっか、出なかったか。あと8回。あとね、俺はね、個人的にちょっと思っている説が一つあって、それは、オンラインプレイヤーと出会ったら、レア鬼が出るんじゃないか説っていうのを俺はちょっと考えてんだけど。その、なんだっけな。基本的には NPC としか合わないんだけど、このゲームって。だけど、なんかね、今思い出すと、レア鬼に出会うときって、なんかね、オンラインプレイヤーっていうのかな？他のプレイヤーと出会ってるときだなっていう風な感じがするんだよね。だからね、俺はちょっとその説をね、検証してみたいとは思ってんだけど、どう検証していいかがわからないっていう。まずそのオンラインプレイヤーと出会うことがまず難しいっていう。だからもしかしたらあれなのかな？この時間帯がもしかしたらオンラインプレイヤーと出会う可能性があるっていう話なのか？ちょっとわかんないんだけど、そこら辺も。まあでもまだ2回戦目だから。あとまだ8回あるから。8回もあるからね。8試合もやるから、残り。生き残ってる奴らは全員、
ポットです、おそらく。だ、勝てるでしょ。下から来てます、ガス下から来てます。あ、下にいる青鬼。いや、マジで出会いたいな、レア青鬼。今んとこね、出会っている、あ、え、左から来てる。今出会ってる。あれ、ちょっと待って、あれあれ、俺ちょっと待って、俺変なとこにいるぞ。おいおい、出られなくなってるんですけど。え、なんでなんでなんで、こんなことあんの、こんなトラップあんの。え、何この罠。おい、アルトーレ、アルトーレ、空気読め。微妙、これどういうこと、このカウントダウン。どっち勝つ、どっちが勝つんだ、このカウントダウン。完全に運ゲーだろ、このカウントダウン。あ、俺の方が遅い。え、どっち、俺の方が早いじゃん。今宝箱に引っかかってさ、出られなくなったんだけど、何なのこれ。こんな死に方あるんだ。さあ、3回目。これ3戦目です。青に追加まで残り15秒。あ、ちょっと待って、その前に死ぬかもしれない。ちょっと待って。意外と近かった。残り5秒。来るよ、来るよ。え、挟まれてた。挟まれてる。ちょっと待って、3人目見れる前に死んじゃうのよ。ちょっとそれごめん。それはごめん。さあ、レア鬼が出現します。目の前に出現してるんですけど、出現しましたね。いろんな意味で出現してますよ。いろんな意味で。助けてください、助けてください。ダメです、ダメです。それは聞いてない、それは聞いてない。しかも、ガスにも、ガスにも紛れつつ、ガスにも紛れつつ、しかも近く、俺死体踏んでる。誰かも死体踏んでる。待て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 。待て待て待てか、待て待て待てか。NHK、ちょっと待って、大丈夫か。いやーおー、チュ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 サマーパーティー、ちょっと待って、サマーパーティー、残り、残りや、朝、今検証しよう、これ。宝箱大丈夫、宝箱の上。待って、怖いから、ちょっと待って、怖いから遠くに逃げます。あ、待って、大丈夫。あ、勝った勝ったなんか勝てたな。上の広告怖えな、顔。さあ、青に追加まで残り5秒。さあ、来るかな、これ3体目。3体目、レア青鬼が、出なかった。しかも近くで出てきやがった、いきなり。そういうこと多いな。そういうパターン多いな、最近。とりあえずじゃあ逃げ切るか、また。頑張って逃げ切るか、また。あれ、これ来ないの、勝っちゃうよ、また。青逃げしちゃうよ、また。あ、これもレア、あ、レアじゃない。青逃げできるでしょ。レア青逃げできたでしょ、これ。はい、レア青逃げ。いや、でも青逃げじゃないんだよな、今回。とりあえず今4分の0。検証結果、とりあえず今4分の0です。レベルだけ上がるな、ひたすら。いやー、そろそろ当ててほしい、当ててほしいじゃない。来てほしいんだよな、レア青に。挨拶だけはしっかりしよう。え、何今の青い炎。何秘めてんのこの人。劣化の炎みたいじゃん。あ、これ押せるんだ。へえ、知らなかった。あ、押せるの。あら、そう。初めて知った、俺。あの青い炎を身にまとってるこの人、何なのこれ。何のパワーが持ってんのこれ。邪眼の力ではないよね。あ、あれ動かせれるんだ。初めて知ったわ。でも逆に動かしたらさ、なんか、ダメじゃない？青鬼の入ってくる場所、あ、ちょっと待って、これオンラインプレイヤー同士、かな？これもしかして。挨拶したら、誰か反応してくれる？あ、してくれないな。あ、じゃあ、あ！これ、ちょっと待って、青鬼来る可能性あるぞ。あ、コメント打ってくれてる。これシステム青鬼出てくる。あ、システム青鬼じゃない。レア青鬼が出てくる可能性あるぞ。あ、出てきた、怖っ！怖っ！俺の上に飛んできたんだけど。
ちょっと待って、でも出てきたわ。あ、見よう、感染しよう。え、今どこにいる、どこにいる。うわ、気持ち悪いこれ。あ、消えた。うわ、あ、こいつもしかして瞬間移動持ってんのか。瞬間移動のパーク持ってますか。わ、これは逃げられないでしょ。いや、当たってるでしょ今、絶対絶対当たったでしょ今。うわ、一番気持ち悪いんじゃないこいつ。いや、でもレア王に出会えたな。なるほど、5回やって1回だわ。